どうもー、しるこです。じらいちゃんです。はい、今日はですね、じらいちゃんと二人でこちらのゲーム、犬ボックスっていうのかなっていうタイトルのゲームをね、ちょっと面白いタイトルなんですけども、はい、でやっていきたいと思います。楽しみ。はい、じゃあいきます。あれか、はい、だよ。あ、もう動ける、はい、お、なに、お、あ、なんかやば。えどうすんのこれ。あー、わかんない、やってる。なに、悲しい。あ、ボタンで表情かわいいで、ジャンプできる、うん。あ、ジャンプ。あ、ほんとだ。LR。R。あん、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 あん。なに？すげえ、なんかゼルダみたいな。あ。カメラの。わーん。やべ、なんか演出がもうゼルダ。わかんねえけど。え？え、なんか虫がいる。なに？あ、そこに向かえってこと？なのかな？どういうゲームなのかちょっとね。ね、まあ、ゴールを目指す感じかな？かな？なんだろう、この真ん中のやつ。ね、うちらちゃんと俺、うん、体が…行きたい方向に行けないんだけど、これ回っちゃうんだ。あの、子犬がさ、尻尾をさ、見てぐる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 回っちゃうみたいになってるよ、これ。まあ、自分の尻尾をさ、状況的には一緒やから。そうだよね。悲しい。こじゃあ分かった。そっちから行く。そっちから行く。なんでだよ。これなんだろう、これ。これ。ワンワンワン。ワンワンできる。あ、これ捕まえれる。絶対。何？どう捕まえるのこれ。うわ、どんどん伸びてくるじゃん。伸びた。え、どうやって伸びたの？わかんねえ。何もできない。関係ない。関係ないのか。もういい。いっか。進んじゃうか。ヘビみたいだな。ヘビなのかな。犬なんだけどな。今更ですけど、うん、ヘビ苦手な人はご視聴ちょっと気をつけてください。いや、大丈夫じゃないかな、可愛いから。確かに。これでも発想がすごいね、このゲームを考えた人、うん、これ犬じゃなくてヘビでやればね、ぽかったけどね。あ、いるよね、きっとね、ヘビだったらね、うん、行ってみるか。足ある？こちら。ないね。足ないよね。うん。じゃあじゃあ楽しないで。楽しない。わあ。気づいた。うん。なんかすごい体引っ張られながら進むなと思ったら。R2 で。うん。伸びるの？伸びる。へえ。ああ、いるいる。何？これ何するんだろうね。ま、お、結構いく。あ、戻った。何これ？ん？ガチャ？あ、噛んだ。これで噛んで離す。え、待って待って、ああ。かぶ。かわいい。何何？行こう。え、今のとこ、これじゃない？あ、これもガブってすんだ。あ、あ、あ、すげえ。どうすんだ。え？え？あ、出た。謎だ。なんか。上が坂道になってる。ってことは、ん？一旦こっち？待って、難しい。あ、なんか上にある。待って、一回向こう行ってみない？一回。骨があるよ、骨が。あ、ほんとや。なんかあれが多分、え？これなんかあるんじゃない？あんま動いてなくても動く。え？お？あ、ほら。そういうこと？うん。ね。すげえ。噛んで。はい。はい。お。あ。え。けけ。あれ？これをあそこに持ってくんでしょ、きっと。ええー。おお。お。お。あ、いた。お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 お、あれどこ行くのこれ。第2ステージ、第2ステージだ。え、何これ。あ、両方かぶ。あ、ちょっとしんこさん、短いから無理だよ、しんこさん。伸びて、さっきまであんなに伸びてたでしょ。なんで急に。あ、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 おー、すごい。ホールフラットで見た、これ。え、
おお、え、おお、なんだなんだろう、なんだ、あそこに骨がある。ああ、骨があるんだ。あれ、なるほどね、いけないね、これね、ちょっと難しいぞ。うわー、あ、触んなきゃ、あぶ、きた、4分の2。うん、今度はでもなんかギミックが起きないね。骨を集めていくゲームだ、うん、なんだ今度は。にょーん、これ伸びるのも意味があるんだろうね。うん、あ、なにこれ、え、ん、なんだ、ん、あ、あああ、へえ、骨が2つあるよ。ああ、レバー、え、あ、レバーかこれ、グイン、え、すげえ、なんだなんだなんだ、どういうことだ、あそこがゴール、あそこまだ入るのかな、でもここ、ね、そんな意味なんだったんだ、あんね、空島になったのかな、ね、飛んでっちゃったけど、ただ、あ、お、行こう、よし、行こう、いや、これまたどっかに、あれ、どっかに移動するんだこの、ね、なんかあの犬の可愛らしさと胴体の気持ち悪さが、うん、なんかプラマイゼロみたいな感じになってる、うん、確かにちょっと気持ち悪さあるよね、うん、なんだ、あ、なんかいる。ファイヤーアクション、フックアクション、あ、なんかあの猫がお手本見せてくれてるよ、うん、左で、つまりこうやんだぞっつって、だからジャンプして掴むんだよ、うん、じゃあ誰かが掴んどいてってこと気持ち悪い、あー、デビューやない、おー、すごい、いった、で、いった、ほんで俺がやってくよ、ガブ、おー、こういうことだ、すげえ、あ、そういうこと、ガブできるんだ、なるほど、お、何あれ、猫が、こんにちは、猫って手使ってぶら下がるもんな、なんでいいのかな、確かに、あ、え、あ、あ、骨ある、骨骨骨骨、イエーイ、あと1個だ、ん、これは何にもできないっぽいよね。ああ、なるほどね。ああ。あ、これで、ついに。ダメ。え？おー。おー。ゴムじゃん。ゴムゴムのじゃん。ミー、ルビー。ね。あ、できた。イェーイ。ぶら下がるの楽しかったな。ね。シンプルアクションだけど。だんだんと複雑になっていくのかな、あ、ね、なんかまたあるよ、あ、なんだろう、な、なんでだろうグイーン、はい、え、え、え、あ、あ、あ、普通に行ったらシーソーみたいになっちゃうんだ、あー、あー、スッキリした、え、なにこれ、やめぇ悪ガキやん、やってること、あ、お、あ、あ、炎が、なんだ、でもなんか、え、ガノンダルフと戦い始めそう、なんかこの敵がボスに続く道みたいになってるじゃん、うん、え、でもなんもないの、あ、なんもないんだ、その奥絶対骨あるでしょ、こういうとこ見ちゃう、うわぁ、もう4個集まった、よしよし、すげえな、あの土偶みたいな、ね、そう、あ、これまた俺さっきの空島じゃないの、ね、違うのかな、え、そういうこと、なんかベッドっぽいな、よいしょよいしょ、ベルを置いて、ほら鐘が鳴るんだよこれで、ゴインゴインって、あ、そういうこと、あ、やべ、一緒の方、一緒の方掴んじゃった、これどうしよう、掴んじゃった、これはダメだね、ちゃん、うん、ダメだ、どうしたらいい、これ
伸びる。いやーでもな、とりあえず伸びとく。もし俺があっちに行くタイミングで、うん、千里子さんもあっちに行ったら、うん、なんか無駄足になっちゃうし。確かに、うん、道端でね、こう人と、俺よくそれやっちゃうんだよね。うん、左に避けるとしたら相手も左に避けてみたいなね。あ、すいません、あ、すいませんっつって、そうなっちゃうから、きっとこれもそういう現象が起きる気がするんだよね。うん、ねじあいちゃん、そうなんだよね。新しい遊び見つけてるじゃん、もうヘビじゃん、もうそれ。やっちゃうか、やっちゃおう。おお、空島が新しくだんだん上にみたいな、うん、ことなのとか。ビヨーン、行こう。戻ってきちゃうの。これね、でも上に行ってるか、うん、ストーリーとかはないんだろうな、きっと。うん、でも全年齢対象ですね、これは。うん、すげえ。青はめないね、これはめないんだ。はめないけど持ってくんじゃない、さすがに。これもしこの虫なんか見たことあるぞ。何、何で虫、なんかふんころがしみたいな。あなるほど、ことしてるよね、テントウムシが。あ、テントウムシなの？テントウムシなの？でもどう見たってテントウムシじゃん。テントウムシの、うん、テントウムシがふんころがしの真似してるっていうことね。真似してるね。これ結構持ってくの大変なんだけど、これ。ね。転がんない、ちゃんと。あ、行った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 。行った。あ、なんか、あ、おい、流星群、え、なに、風だ、突風が吹いてる。あー、うわ、掴んで掴んでみたいな。掴ん、あーあれ、うわ、おー、つえうわー、やばで、離されとる。うわぁ、うわぁ、やばい、やばいよ、この挙動。すごい、それビヨーン、あぁやばい、だらしなく伸びてる。だらしなく伸びてる。頑張れ。あぁ、あ、でも、あ、いいよいいよ、引っかかった。おい、でで、で、まだあるでしょ、こ、あー、ビヨーンってしてる。こっち、落ちるんだ。おー、オッケー。おー、なにこれ、宝石だ。これでステージクリア、もしかして。あー、そうでもない、まだ続く。なんだこれ、あ、星だ、今度は。本当にどんどん上に上にだね。ん？なんかスイッチあんじゃん、それ。え？お？え？え？え？待って、それ気になるじゃん。おお。おお。しかも動いたし、星がちょうど。ね。うん。やば。なんか遊び心あるやん。ね。なん。ああいう音の鳴るおもちゃあるよね、犬のおもちゃとかで。うん、うちのバロン全然反応しないやつ。あ、そうなの。さっきやってくだり、ここでやってるよ。さっきやった時のやつじゃん、これ。伏線回収したな。どう、重ねちゃったね。行こう行こう。あお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 、ピョン、あ、すごい、今度は画面が切り替わったよね。あれ、なんかこれ最初の、あ、ああ、どういうことか。空島が
全部最初のステえなんかいるよ、ヘビみたいな、えなんか神みたいな、最初のとこだ本当に、何お、あここから出てきた、でもそこ開いたよ、えそっち行けってこと、えさっきのヘビみたいのは何だったの、何だったんだろう、これ何、あ、うわうわ、うわ遊びますよってこと、ええ どうする、ま、なんか選択肢が用意されちゃうとあれどうするあれこっちも入れるってことだね、また遊べますよってこと、これまた遊べますよなのか、それともうわちょっと入ってみる、うん、上で入ってみるか、うわギュン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 、うわ違う新しいステージだ、初めてだ、えじゃあさっきのどこ何、はいここでチュートリアル終わりねみたいな、うん感じよ、難しそう、さっきの一番最初の入り口何だったんだろう、こうなってくるとめちゃくちゃ気になっちゃ う、ね、気になるな、気になっちゃう、戻れるのこれ、あ戻れる、戻れるね、早いね、あ今度早いね、まあ、2回目だからね、考えられてる、うん、さっきのあれも行ってみよう、ここおめちゃくちゃ気になるわ、うわあわわわわ、ここが戻る、うおなんだ、なにガチャじゃね、ガチャガチャ、やば、ええガチャだ、え全然わかんない、どういうこと、骨の数に応じてガチャが、ガチャっていうか物がもらえるんだ、アバターが、なる、えこれもらえるの、これじゃあこれつけれるんじゃない、えかわよす、見して、あかわいい、かわいい、じゃあ丸つけれるんじゃない、逆か、いやこれこれあるよ、これ見て、んこっち多分これ数字書いてある骨を使うんでしょ、いや多分減ってないから、あ嘘、えこうたた今のはただのやつだと思う、あマジで、うん見てない、こう鏡、 あ着脱できるんだこれ、えおおつけた時の、はい、かわいい、せっかくだからつけるか、これにするお花引っ張るとブーンってなる、引っ張る、ほらあはここでまた、かわいい、あ選べる、楽だ、ね、1回やったやつ選べる、こっちの方がお茶目だね、でもうん、お揃いにする、うんか、じゃあこれ開けた意味なかったさてじゃあ時間がちょうどいいんでこの辺で、うん、また次回の動画も見てください、バイバイBye-bye!